新海誠、新海誠、新海誠、1 9 7三年二月九日台は日本のアニメーション監督、小説家。本名はニーツ誠。妻は女優の三坂千恵子。娘は子役のニーツチセ。中央大学文学部卒業。アメリカ合衆国の雑誌、バラエティは二千十六年に新海を注目すべきアニメーター1人のうちの1人に、 あげている。コミックスウェーブフィルムに所属、長野県南作郡小海町に出生。実家は1909年創業の建設会社、ゼネコンを代々営む2つ組。1947年に株式会社として設立された後、三代目にあたる父親が代表取締役社長に就任し、年少70億円ほどの規模に成長させた。父枠。 深海の母も絵を描いており、県の美術展に入選することもあったという。子供の時から SF や宇宙関係のものが好きで、学研の宇宙の秘密やガツ世界旅行、失われた世界、ホーキング、宇宙を語るアーサー・シー・クラーク、アイザック・アシモフ等が愛読書だったほか、当時まだ珍しかったパソコンを買い与えられ遊んでいた。部活動では、 小学校時代はスピードスケート部に所属し、早朝から松原湖で練習に励んでいたという。中学では男子バレーボール部部長を務めた。高校では弓道部に所属。大学在学中は童話サークルに所属して絵本の制作活動をした。特別何かに秀でた存在ではなかったが、学級委員や生徒会といった役を押し付けられるタイプだったという。 片道40分かけて、小海線で通った長野県野沢北高等学校を1991年に卒業した後上京し、埼玉県の JR 武蔵浦和駅近くに居住した。1996年に、中央大学文学部文学科国文学、専攻卒業。大学在学中からアルバイトとして、立川市のゲーム会社、日本ファルコムで働き始める。 大学卒業後は、四代目として、家業を継ぐための修行として、父親の紹介を受けた都内の住宅メーカーに勤める、定めだったが断り、1996年に大学を卒業して、アルバイト先の日本ファルコムに正式に入社。ゲーム開発部門への配属を希望したが必ず、創業者、加藤正幸会長を直轄のチームで、ロールプレイングゲームのパッケージ制作を担当し、 キャッチコピーやパッケージビジュアルの作成、画像の選定などを行った。同社のパソコンゲーム、英雄伝説がガーブトリロジー、イース・アイ・エターナルなどのオープニングムービーを制作する、傍らで自主制作アニメーションを制作し、1998年に、遠い世界でイット98にて特別賞を、2000年に、彼女と彼女の猫で、プロジェクトチードが主催の、 第12回 CG アニメコンテストでグランプリを獲得した。会社員時代は夜中に帰宅した後午前3時頃までアニメーション制作を行い、翌朝6時に起床し出社するというような生活を送っていたが、2001年初夏の頃に5年間勤めた日本ファルコムを退社。退社した一つの理由として日本ファルコムで作っていた映像が、 ファンタジー世界であり、自分が暮らしている世界は、それとは全く別。自分の生活に密接したものを表現したかったから。と述べている。日本ファルコム大社直後にアダルトゲームブランドミノリから依頼を受け、同ブランドのデビュー作、ビタースウィートフルズのオープニングアニメーションを制作。以降、2008年までミノリ制作のゲーム5作品でオープニングアニメーションを担当した。 2018年6月25日、アカデミー賞を主催している映画芸術科学アカデミーは、新海をアカデミー会員に招待した。2002年、初の劇場公開作品となる星の声を発表。監督、脚本、演出、作画、美術、編集など、ほとんどの作業を新海カズトで行い、約7ヶ月をかけて、 約25分のフルデジタルアニメーション制作した。下北沢のミニシアタートリウッドでのみ上映される短館上映作品だったが、ネット上の口コミによって話題を呼び、DVD は6万本以上の売り上げを記録した。同作品は、第1回新世紀東京国際アニメフェア21工房部門で優秀賞を受賞。他にも、第7回アニメーション神戸、第6回文化庁、 メディア芸術祭特別賞、第34回星雲賞メディア部門、第8回アンダーアードベストダークター賞など、多数の賞を受賞した。2004年、初の長編作品となる、雲の向こう、約束の場所を発表。この作品では、新鮮さ、挑戦心を評価され、第59回毎日映画、コンクールアニメーション映画賞を、宮崎俊監督の、ハウルの動く城。 押し守る監督のイノセンスなどを抑えて受賞した。また2005年12月26日にはエンターブレインから加納慎太による小説版が刊行された。さらに月刊アフタヌーンにてサーラ水による漫画版が連載。2007年短編3本の連作からなるアニメーション秒速 5cm を発表。7月には DVD も発売。 短観上映でありながら、半年に及ぶロングランを記録。アジア太平洋映画祭アニメーション映画賞、イタリアのフューチャーフィルム映画祭で最高賞にあたる、ランチア・プラチナグランプリを受賞した。SF 要素を取り入れた過去2作とは、対照的に、同作品では、閉じた人間関係をテーマに日常的な風景の描写に、努めた。新海は、 登場人物たちを美しい風景の中に置くことで、あなたも美しさの一物と肯定することにより、誰かが励まされるのではないかと思っていたが、ひたすら悲しかった、ショックで座席を立てなかったという感想が多く、その反省から第3話のラストを保管する形で、小説秒速5センチメートル、メディアファクトリー、2007年11月間を書いた。 2008年1月中旬から2月中旬にかけてヨルダン、アンマン、カタール、ドーハ、シリア、ダマスカスにて現地のクリエイターを対象としたデジタルアニメーション制作のワークショップ行った。ワークショップ終了後は1年ほどロンドンに滞在2009年4月日本に帰国した。2012年にはこの中東でのワークショップ開催により世界で活躍し日本を発信する。 日本人プロジェクトで選出され、内閣府国家戦略室の担当大臣、古川元久から感謝状が送られた。2011年、星を追う子供を発表。これまでの作品とはかなり異なる作風であり、ファンタジー要素が強く、アクションシーンも増えている。また、深海曰く、今回の星を追う子供では、ジブリ作品を連想させる部分が、確かにいると思うのですが、 それは、ある程度自覚的にやっているという部分もあります。また、日本のアニメの伝統的な作り方で完成させてみる、ことを個人的な目標にしていたという。しかしこれまでの作風との隔たりから、ファンからは、賛否の分かれる形となり、ショックを受けた深海は熱を出して寝込んでしまうほどだった。ただ絵や話を作るだけでなく、プロデュースやマッチングの大切さを痛感したという。 これ以降、アニメーション監督としてやっていくことを決意する。2013年、ことの葉の庭を発表。同時に、DVD とブルーレイを先行発売。一般発売は6月21日。全国23館で、料金は1000円期につながら、公開3日間で、公衆3000万円というヒットを記録。区の調査によると公開集のツイッター。 つぶやき数ランキングでは2位と大差をつけて1位になった。以降、評判が広まり2007年の秒速5センチメートルの観客動員数を10日間で突破し、2011年の星を追う子供の動員数も14日間で更新した。劇場上映は当初3週間の期間限定の予定だったが、多くの劇場で上映延長が決定。7月の中旬から全国16巻で、 セカンド工業も行われた。9月30日をもって劇場公開が終了し、累計12万人以上を動員した。最終講習は推定1億5000万円。2016年、君の名は、を発表。新海作品としては初めて制作委員会方式を取っている。8月26日の公開から28日間で、動員774万人。 日本のアニメーション監督としては、宮崎春に続いて二人目とな工業収入100億円の大台を突破した。2016年11月27日までの94日間で、工業収入194億円超えを記録。最終工業収入は250.3億円にまで上り、日本映画としては歴代2位。 日本国内で公開された映画としては、歴代4位の記録を打ち立てた。中国やタイなどのアジア圏、ヨーロッパ圏においても大人気の映画となった。また、原作本として、自身が執筆した、小説君の名は、も、文庫の週間売上ランキングで8週間1位を、キープしたまま100.9万部を突破し、ミリオンを達成した。2019年7月19日に、 天気の子が公開。前作、君の名は。から3年ぶりとなる、7作目の、劇場用アニメーション映画。公開から3週連続興行収入1位を獲得した。公開から34日目で動員751万人。前作、君の名は。に続いて、興行収入100億円の大台を突破した。8月26日には、 アニメ作品として1998年度のもののけ姫宮崎俊監督以来となる第92回国アカデミー賞国際長編映画賞部門旧外国語映画賞日本代表の出品作品に決定した。英語部分は英題ではなく日本語版タイトルロゴに付されているサブタイトル。いずれも実り作品楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。